それ、シュートベートしてる？シュータローや、どうした？先生、ありがとう。教えてみ？ノールック。ノールックノーブレーキ、教えてみ？捕まりました。捕まった。逮捕されました。いいの？なっちゃうよ。いいよ。なっちゃうよ。いいの？なっちゃっていいの？それが、なっちゃったんです。でもな、あれ、カイちゃんがな、お酒飲んでなかったらな、私捕まってないねん。それはそうだから、カイちゃんも悪いと思うわ。そんな。先生、なんとですね、先日、一旦停止無視で捕まりました。あんなん知らんかったもん。一旦停止って、その、馴染みのあるさ、道やったらわかるけど、結構馴染みのない道やったら、意外とわからへんくなるから。ちょっと聞いてくれます？私が普段通らない道を私が運転してたんですよ。で、そこ右とかかいちゃんの口案内で私運転してたんですよね。なんで必死やったわけですよ。普段は絶対かいちゃんが運転してくれるんですけど、山道ね。で、なんかグネグネしたところで田んぼでそこを右とか左とか言われて行ってたら、よしよしよし捕まる捕まるからもう一旦停止だな。そしたら T 字のところに当たったんですよ、道に。でその時にカイちゃんに、そこ右なみたいに言われてたんで右右右と思ったんで T 字のところをピューと右に行ったら、うーって言っておまわりさんさんに、えっていうなんか一旦停止やったみたいで、多分線もだいぶ手前にあったんやと思うんですけど、全然必死で運転してて見てなかったんですよね。完全そう、私が完全に見逃してて、そしたらマリさんがなんかちっこいちっこいちっこいパトカーやったんですけど、そのちっこいちっこいパトカーから3人も出てきたんですよ、おまわりさんが。あの一番実際、ね、そう、男性が3人もニンニンしてるとこから出てきて、怖っと思って。いやだからやっぱ暴れるやついんねん、やっぱり反抗するやついんねんって、やっぱり私もすぐ何やったらもう免許証持って降りていってすいませんほんまにすいませんって言って、全然見てなかったですって言ったら、いや今ちょっとねこういう安全運動習慣やってるんで、たくさんのところにいるので本当に気をつけてくださいねって、めっちゃ優しくて、おまわりさんも私が悪いことしたのにごめんなさいね本当にって謝ってくれるんですよ。なんで申し訳なさそう。ね、あそこは行った電車あるんですよ、見えませんでしたかって言って、いや全然見えなくて、そうですねちょっとだいぶ後ろの方でしたねって言って、分かりづらいところですねとか言われて、すいません、なんかねうちの相方が一平さん一平さんの話して、一平さんの話盛り上がってるから、そうなんか大谷さんが今ホームランめっちゃ打ってるっていうところで、なんか急に一平さんの話しだしてガイちゃんがちょっと一平さんにも若干火あるよね。そうね、なんか私も久しぶりに一平さんの話でちょっと笑っちゃってなんでちょっと運転に集中してなかった私もいるし、もちろんその知らない道っていうのはほんまによう見なんか標識とか一方通行もそうですよ。あ、よくある、一方通行もよく逆走しますからね。そう、わかんないでしょ、急に車線なくなるとかもあるじゃないですか、知らない。ありますね、あります、あります。7000円の罰金なんですけど、50人にしていい経験したなと思ってるんですけど、何よりも7000円よりもゴールド剥奪が、そう、マジすっごいショックでずっとゴールドやったのに、もうめっちゃくちゃショックで昨日寝てないそんなショックで俊太郎のせいぜいなんですが、まあ、今日ね、ちょっと僕の鼻のね、術後のね、初めての診察に行くんで、なので、ちょっとね、京都で、もう先生、俊太郎だから、もう先生が食べたい、京都でこれ食べたいっていうのも、でも、連れてるか、言うて、リサーチしとき、言って、昨日多分リサーチしてくれてると思う。今もうカーナビ入れた。だから、そこに今から向かいますよ。何料理ですか、ちなみに。わかんない。なんか、私、パン食べたいんで。パンパン食べに行こうかほな。皆さん、なっちゃうよ。これ、なっちゃうからね。なっちゃう。瞬間的になっちゃう。気をつけようね。一旦停止も気をつけよう。
ショックやわ。ちょっと長い 1時間ちょっとの道のりですが、はい、行きますよ。そしたら先生が行きたいって言ってるところに向かいます。それではいや大丈夫、俺もゴールだから大丈夫。俺もゴールだから大丈夫。ついた。色がいろいろあってやっとついた。なんか京都タワー行ってねんけど。しんど。まあいろいろありましたが、結局ね、3時間ぐらいかかってここに来ましたと。普通にパン食べたいからさ。ええよ。めっちゃうまそう。こんなんもあるやん、普通に。あるある。高木バーガー。これ見て。普通に食べよう。でも酒疲れたから腹減ったわ、ほんま。見て、お外で食べることになった。めっちゃ綺麗やん。めっちゃいい。何食べる？先生何食べた？パンやろ先生。俺もせっかく高木さんに来たいと思って。でもちょっと見て。え？美味しそう。でもカレー好きやねんな。最近カレー好きよな。そう、めっちゃカレー好き。俺高木チーズバーガーにしようかな。せっかく高木来たんやったら。これも美味しそう。真っ青やな。マジチキンカレーと。マジチキンカレーと。と？高木チーズバーガー。高木チーズバーガー絶対一番うまい。これゆずスカッシュ美味しそう。あ、見て、自家製クラフトジンジャーエールレモネード。ちょっと頼もう。乾杯しよう。お疲れ様です。京都タワーお疲れ様です。なんであんなことだったんやろ。もうでもほんまに見て、ほんまにもうね、完全に多分治ってると思う。でもさ、何回もさ車で行ってる時さ、おまわりさん見た。また捕まえられるかなと思ったもん。今日伏見神社のとこ行かされた時もやばいよね。見てこれ、えぐー。うわー、うまそう。これはちょっとあれやな、あれ食べれへんかもしれない。無理かも。じゃあ、エリさん一口でどうぞお願いします。はい。あ、これもやん先生。はい、乾杯。カレーいきます。ちょっとめっちゃでかない唐揚げ。うまいな。めっちゃカレー好きなんですよ。いきます。ちょっと辛そう。うん、やっぱり辛い。色がなんか辛そうやな。うまっ。うわ、肉汁エグ。エグいんやけど、見て。うん。見て。エグい。うんふん。うんふん。え、うまっ。エグいめっちゃうまい。めっちゃうまこれ。断面図見てこれ。やば。エグいこれ。病院行ったらもう、じゃバーガー臭いって言われるやん。そこの高木行ってきましたって言われる。めっちゃ近いもんな。うん、めっちゃ近い。じゃあちょっと堪能しましょうか。はい。先生、何やってる。何で笑ってる。意味わからんって。何があった。めっちゃ今、むち打ち、むちゃおかまされた、これ。もう信じられへんねんけど。遠石乗り上げてんけど、車。でさ、今一生懸命 LINE してたからさ、集中してた、首さ、こうってなった。痛い。痛い。何やってるんすか、ちょっともう言ってくれね。ちゃんと休んでてください。あんまり車の中休んでください。痛い。しゃあないよ、わざとじゃないんやから。ロキソニンのシップ、シップもらってくるわ病院で。はい、行ってきて。はい、よかったですね。めちゃくちゃ順調です。ちゃんと鼻洗浄と薬やってますね。もう見て分かるぐらいめちゃくちゃ綺麗。そんな最高すぎやん。やっぱね、継続なの。うーってやってたけど。そんな最初はずっと
頭に耳に入んねん。つながってるから。そう、一時期はね、その鼻が詰まった時はね。うん、まあでも完全に良かったということなんで、うん、とりあえずじゃあ、疲れたんで、帰って、こうなってる、これは肉。はい、行きましょう。カメラでいいだろ。こうなってた。はい、まあ私も帰るね。いやいやいや、先生じゃあ来るの。結構時間かかった。テリテリ言ってる。結構時間かかった人。待ってるかな。待ってるかな。誰かな。羽生くんが突っ込んでくるか。やっぱね。首は取れてる。戦ったんか。戦った証しか、アルくん。うわぁ、見てこれ。歴戦の証や、これは。アイル、いいじゃん。アイル、アイル、これつけて。アイル。これ、落ちたの。はい、これ、つけなあかんよ。これ、行くの。よいしょ。はい、はい、ただいま。待ってたな、あんたな。はい、はい。おいしいしような。待ってたな。いいじゃん。はい、肉肉。はい。はい、肉。はい、肉。はい、肉。はい、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 大丈夫。大丈夫。大丈夫。じゃあ、もう押ししてもらおうか。じゃあ、もう押ししてもらっておいで。ねえねえ、バイバーイ。